行くぞ。フォースレンジャーです。はい、今回はフォースレンジャー笑ってはいけないシリーズ。今日は今話題のフェイスアップというアプリで遊んでいきたいと思います。もうすでにもう皆さんの顔写真を撮っておりますので、それが出てきます。これはもう絶対絶対笑ってはいけません。笑うともちろん罰ゲームがあります。頑張ります。やだやだ、笑わなきゃいいんだよ。確かに、まあ、次回同様だよね。そうなんですよ。まあ罰ゲームの内容はその笑った人が出た時に発表ということで、うわー出た、やっていきたいと思います。3、2、1。はい、まあ、チェックも、なんかあの成長した後なんか、うん、かわいいおばあちゃん、なんか海外のさ、そう、ね、そう、うん、そう、そう、なんかいい感じじゃない、うん、ガーデニングして全然、ただ瞳の色が変わってるっていうのがちょっとね、なんか、なんか綺麗、外人さんっぽいんで、うん、美人、全然平気、かわいい、ニキビも髪の感じも似合ってない、うんうん、ジャージも似合って、俺です。僕です。これさ、ミクチアウト。やばい。やばい。やばい。これどう見たってとりあえずよし、うちのおかん。可愛い。可愛い。可愛い。こいついるよね。2006年のギャルなんや。確かに。確かに。確かに。昔のギャル。すそんな。めっちゃ笑うじゃん。だって。めっちゃ笑うじゃん。待ってこれ独走するぞこの人。やばいね。勝ちよ。一人で笑ってもらって圧倒的発射もうこれモード入っちゃってモード入っちゃってあ、もうダメだ、もう扇風機やります。私は扇風機ですと。ヒステリック、顔、顔、顔、ヒステリック、顔、ヒステリック、以上です。風が来たね。やっぱりちゃんとあーってやってよ、うん、宇宙人のダメージ、あ、やればよかったなーきつー、あーなんかさきのじいさんに似てる、あ、みっきちゃうみっきちゃうみっ後ろからねえ、かはんかドラえもん道具を出してくれよ。しょうがないわ、のび太くんは。声が全然違う。僕ドラあれ？僕ドラえもんです。タラちゃん入ってるよ。タラちゃんがいると。可愛かった。可愛いから。ありがとうございます。え、イケメン。かっけえ。昔好きだった人に似てる。イケメン。嬉しい、ありがとう。メガネがいい味出てる。メガネ超似合ってる。あ、なんか海外の人って感じ。なんか誰が？やっぱ海外っぽくなるのね。ジブリに出てきた。確かに出てきた。さっきの俺の老化したやつとなんか一緒にニコイチで。あ、いそう。確かに。あ、いそういそう。綺麗。目力だな。やっぱ綺麗だね。マルキュート。あ、のんちゃん、アウト。ちょっと我慢したんだけどな。ノーマルリュウくんが一番ツボ。ツボが一番ボロ。ジャイコちゃん。ジャイコ。ジャイコがわかる。あの、のび太のことが好きな漫画家でしてる。のび太くんってやつです。ジャイアンの妹が。え、マジジャイコわかんない。え、のび太が好きなの。のび太が好きなの。のび太くん、のび太くん、書いたよ。ああ似てるかもしれない。似てる？ちょっとは似てるかも。ちょっとすごい嫌だ。頑張って。撮ってるのはちょっとなんか下目だからさ、それがなんか。あ、誰かに似てる。友達にいる。卵ちゃん、卵ちゃん、おでんくん。おお、いい。成長っていうか、おじいちゃんって感じ。なんで比較した？もうこうなりそうだよね、うん、なんか野菜嫌いそうなおじいちゃん、おじいちゃんじゃない、好きそうな顔してるし、似てる、似てる、似てる、笑っちゃった。え、アウトじゃん、アウト、
あれ？ミクシー、アウト。おお。100メートルまで来た。100メートルまで来た人。地面に負けるな。今膝が本当にあのやばいです。でも右足がだんだん動かなくなってきたんですけど、実況したいです。24時間テレビ応援してください。頑張れ。みんなの応援のおかげであと95メートルまで来ました。5メートルしか来ない。はい、はい、ケチ頑張って。あーやばい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、死んだ死んだ、頑張って頑張って、死んだ死んだ。終わりです。あーえ、なんか怪人みたい。キャサリン、キャサリン、確かに怪人さん。めっちゃ昔気強かったんだろうな。確かに。え、かっこいいくない？かっこいい。あんま変わってない。あんま変わってない。変わってないはちょっと変わってない。かっこいい。ヒゲとか初めて会った時こんなかったもんね。マジ？え、ヒゲ生えてた私ね。みゆきち、みゆきち、いや私初めて会った時ヒゲ生えてた、大丈夫？生えてた、生えてた、泥棒みたいな。思い出してみて、大丈夫？生えてた。いや、こんな顔だった、大丈夫？なんかもっと2ブロック決めてたら。みゆきち、みゆきち、みゆきち、イエーイ。やめて、やめて、やめて。なんかリュウくんのコメントで笑っちゃう。リュウくんのコメント、コメントな、このマネも面白くないって、ほんとに。はい、このマネ卵産みます。産むとこからだ。ここ産まれたのね。産んで速攻の染まれるスライダー。すごい見えてる。こけー、ここ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 こ。盗みました。ニワトリなんだって。ニワトリ海鮮、ニワトリ海鮮だよ。そう、この卵高いなぁ。あー、綺麗。メアリーさん、メアリーさん、みんなアメリカっぽくなる。ね、目力、なんか普通に美男美女だよね。ノーマルが、ノーマルが、ノーマルが、ノーマルが何？ノーマルがツボ。ノーマル右よ、だってツボ。左でしょ。やっぱノーマルが一番面白いよね、デュークノーマル。確かに。あれミッシー、いや、ミッシー、ミッシー、アウト。やだ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 。だってさ、あーちゃんがさ、おじいちゃんの方見てさ、ノーマルって、ノーマルって言うから。え、右がノーマルでしょ、ほら。朝起きたらこんなもん。だよね。じゃあ、なんでこうなってんの。朝起きたらこんなもん。化粧して。はい、ミッシー、罰ゲー。やだやだやだ。いきます。はい、うま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 これはエゾウマ、エゾウマ、ヒヒーム。以上です。いや面白い。いや、きつい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 、モノマネきつい、きつい、きつい。新しいタイプ、エゾジカ。うん、精神的にやばい、マジで。はい、というわけで、フォーツーレンジャー笑ってはいけないシリーズ、笑ったのは誰と誰と誰だ。はい、あなた一番笑ってたでしょ。一番爆笑王だったよ。帰りはこの手形を思いにして帰ります。ちょっとやだ、ちょっとやだ。はい、というわけで以上、フォーツーレンジャーでした。バイバーイ。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。コメントもよろしくお願いします。よし。やっぱ俺母親になんだなって思ったもんね。間違いない。ちょっとさ、向こうで打ち合わせしとってんけど、なんかめっちゃ楽しそうやってんけど、なになにこれ。これなんかあの、そうそうそう、性別とか、その自分の未来の老化とかが分かるアプリらしいんだけど、おかんのってあるのかな。え、あー、おかんもじゃあ見てみよう。見よう見よう。何おもろい。面白い。これはこれはあかんで。これはダメだよ。だ
何がおもろい、ちょっと何がおもろいね、いっぱい、何がおもろいね、いっぱいっては言ってないよ。これこれはずい、これはダメ。グランドマザーって感じ。やかましいわ、誰がママやね、ほんま。すごいな、これ。これみんなでやってたの。そう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 。そういうこと、それはなんわ。あ、これがあれね、おかんの、おかんの元のね、元の。そう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 。え、これ美少女、いや、これ多分若い時のおかん。そんなに変わらへんやん、でも。え、いや、これはすっごいか。でも、あんま変わってないかもしれない。面白くポイパスよ、ほんま。これもだって、ヒゲ生やしたらこんなもん、こんなもんよ。韓流スターです。確かに。おりそう。いる絶対いる。